ということでですね、本日朝から凱旋の方座っておりまして、当然投資36,000円、そして出玉ロンが現在1,500枚ちょっとということで、まあ、プラスにはまだなってないんですけれども、一応ストックの方 SGG で、ね、ストックの方もありますので、プラス益に行くかと思います。後半戦ここからかなり楽しい展開をお見せできるんじゃないのかなと思っておりますので、まあ、SGG を引いたということで、この後ゴッドだったり、まあ、V 揃いだったり、いろいろすごいやつ見せて、はい、5000枚6000枚と大量出玉出して気持ちよく買いたいと思いますので、皆さん後半戦楽しみにしてください。そんなわけで行ってきます。頑張ります。では後半戦ね、引き続き打っていきたいと思います。まあ、5セット終了で残すところ4セット、いきます。よし、後半戦も気合を入れて乗せに乗せまくりたいと思います。久しぶりだね、こう当たりからの後半戦、やっぱり嬉しいね。そんな安心はないですよ。しかもこれがあとね、4回は9セット目まであるっていうことなので、ただまだ実戦は終わってないですし、途中経過ですけど、確実に私は凱旋の方が相性がいい。何かしら引けるのは凱旋と、ハーデスは本当に引けないんで、なんかそれがやっぱり確信に変わったんで良かったです。ガースとまだだった、もう一回ガースと、はい、ポッポいっちゃいます。普通に5ドン、なかなかステージが変わらない。あ、でも2000枚はまあ突破して、やっぱ3000枚はまだまだだな。真ん中のお兄さんはもう最後まで打ち切る方だと思うので、でも多分分かってもちろん打ってるんで、開かないんですよね真ん中は。よよ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 よ、うわー、待って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 、押しちゃうよ。あー、ちょっとフェイク、あー、お願い決まろう。わー、やっちまった。激安カーのエイクリーム、おしまい。あと1個、9セット目に行きたいと思います。 VVVV、 ここで V が来たら感動やで。よし、ステージ変わっといてくださいね。どや、ふっつー、終わりへと向かっております。やだー、この100ゲームで何かできるの、私は2位、これがラスト、これラスト、あー、9セット2603枚、ひとまずここまでが分かってる分かと思います。続くかどうか、何か続いてほしいね。プラス域にも行ったということで、このまま伸ばしましょう。トントン
トントンいませんか。あーやっぱしないか、綺麗に終わってた。タイヤ、まあ、窓に3つぐらい入ってたりとか。 SGG ね、7ゲーム以下で揃えたりとかしましたけども、なかった。そんなわけでちょいプラ、ほんのちょっとプラスで、そんな1000枚もプラスじゃない。ただこっからどうしますかっていうところですよ。せっかくプラスですよ、行くんですか。私やめるんですか。え、やめんのかな。やめるんだったら私移るよ。あ、やめるの、マジ。あ、組んで移動します。やめるっぽいんで、まさかやめるとは思わなかったです。先ほど打っておりました第183ゲームでやめて、隣の台が空きましたので429ゲームスタートで打っていきたいと思います。挙動的に、ね、こっちの方が本当良かったんで、ちょっとこっちの台だったら一粘りしてみようかなと。せっかく台移動もしたし、早めに決めて気持ちよく帰ろう。だらだらハマってらんないよ。これ下皿で決めることができればまだプラスだと思うんですよ。なんでね、ちょっと箱に手を出さないように。さあ来た、超える。ほら、この台はいい子ちゃんでございます。さあ、OK、中断期7からですね。はい、当たりました。545ゲーム、早かった。いいじゃないですか、台でお成功ということで決めていきたいと思います。まあいいとこでね、引いたんでね、レア役。問題はここから、これでラスト1、はい、ラストリプレイ、ワンセット乗せはございません。309枚、ここでリプレイ取れれば、はい、言うとね、言うとダメなのよ、意識しちゃうとね。いないね、この感じは。もう一丁、まあまあこんなもんですよ。中段キナナが刺さってはくれましたけど、ワンセット終了。あ、パンカンあるじゃん、引けんのかなあれ。ダンワン当たったことないですこれ本当に。はあ、当てなかったよ。ここは何がもらえるのか分かんないんですけど、ちょっとテレビ欲しかったな。 4K 対応テレビ。まずいな、どこまでこうやってやっちゃうんだろう。さすがにちょっと天井は追っかけられないので、うん、どっかで決めないと。どうやったらゴッド引けるのマジで。もう分からん、全然引いた感覚も覚えてないし。何も起きん、もうドットカンも全然変わらんし、すごい静かです。困っちゃいます。あー、どうなの、なんか出ておいで。
出てこない。なんかね、いやー嬉しいなー。よし、これでプラスだ。プラスいく。はい、それでは待ちに待ったゴッドゲーム PGG 行ってまいります。嬉しいなー、マジで。そんな浜田好きだし、375だったら全然本当ですね。400までを超えてたらもしかしたら破ってたかもしれないのに、ギリギリのところで当たってくれた。今日はいつもと違う、そんな感じはしておりましたが、しっかりと決まってくれた。早くも3セット目を終了しようとされます。何もできない、何もできない。あー、入るね。一体どこで頑張るんだよ。このままじゃ駆け抜けるぞ。これで4セット目がおしまいです。早いなあ、あっという間に。ゴッド分はあと一つ、特には乗せもしてないんで、ここで終わってしまう可能性が高いです。1207枚では行きましょうか。これがね、ラストですね。ステージ違うので、おお、まだいた。よし、ここでのゼースは嬉しい。特に乗せてはなかったので、まだいてくれた。ダメだ、また明日も何もできず。あと1セットはありますんで、ちょっと次頑張りますよ、ラスト。はいはいはい、5セット終了、1506枚、順増通りといった感じです。もう1セットありますので行ってまいります。 VVVVVV、 あー、そっちか。もう一丁ステージ、青青青。よし、マジで乗せよう。マジで乗せましょう。わお、本日2度目の。いや、ゴッドじゃなくてもいいからね。なんか赤棚でいいから。はぁ、行くぞ。あ、やっぱそうなるんだよな。そっか、フェイク。いや、揃ってほしい。おし、本日2度目の赤棚、同じ形から行きましたね。赤扉からということで、見事 SGG ゲットです。やりました。さっきは3セット乗せたんで、まあ、やっぱ3セットは行きましょう。そこは超えましょう。では行ってまいります。
お、メデューサしまって、オッケー決めよう。ちょっとオッケー、よしよし、一発決まった。よし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 、続けて2発、早い早い。ああ、先走っちゃったもう一回よっしゃー、今日3個、まあ、3個タイです。1回目と、おー強い、マッチ中断、あーよっしゃ、4つ目いいぞ。いつもの私じゃない、いつも端末で終わるはずなので今日は違う。頑張る、ね、頑張る、大丈夫、頑張る、おっしゃ5つ OKOK、 5はゴッドブいきました、マジか、あ、ホットインが出ない、やばい、ラスト、次がラストです、次ます、いやでも十分か、5個プラス赤7の1つで6セット、なんとなんと、もうここで終わるかなっていうところでやれました。今日はねギリギリのところで引くのがうまい、おお赤7通せました。これで7セット13セットまでありますよ。どやどやどや、あーやば今日はやれる日やこれは頑張んなきゃいけない日だ。そんな感じでもう一発いきましょう。あーうまい、うまいうまいうまい、よしここでストップ、もう一丁、おし2つ目、ひななのマジシカここまで来て出てきたぞ、あーおはー、絶対右上がりとかないもん、あったそっか、5回目はやっぱいろんな形で来るんですね。無事2つゲット、もう一丁、あーあーおーし4000枚だよ、もう一個いけるか、これで15セット目ラスト、はい、ではラスト1セットかと思いますがどうでしょう、行ってみましょう、はあ、ここで V が来たらね来ないね、はい、16セット目いきます、おいた、まだいるじゃないですか、なんだよなんだよ、5000枚いきましたね、これ嬉しいよね、もう終わりかなと思ってた時のねステージチェンジが、ステージチェンジというか違うステージでのスタートは、いやいやいや、ここでもう一丁、5000枚踏むと同時にキナナ5連させました、ギリギリのところで滑り込みますよ、ラストもう一丁、あーそうだ上で、いやー1セット乗せたと、そしてね5000枚も無事踏みました、はい、
ファースト、ほいほいほい、5105万円もう一丁いきます。それい、あーちょっとドキッとした。どうでしょうね、ラスト10ゲームを切りましたけども、一応これが分かってる分でのラストとなります。18セットも頑張ってくれたから嬉しい嬉しいけど、できればもうちょっといてほしい。どうだ、これがラストや。それ、はい、18セット5368枚と、多分分かってる分ではこれがこれで終わりかな。じゃあ行きましょう。出てくるのか、綺麗に終わってるのか、怪しい、いなそう。あ、ここでは出てこなかった。ちょっと厳しいかなと思ってます。まあやっぱね、なかなか簡単には取れないですよね、ループ系。これはいませんな、この感じは。あー、成功しましたね、本当大移動が綺麗に。よかったよかった。お、なんか引いた。中断22ゲームよし、レア役引いちゃってちょっと回しちゃいましたけども、59ゲームさあ終了時間もね過ぎておりますので、実戦の方はこれにて終了したいと思います。それではエンディングに行きましょう。というわけで本日の神ソロ実戦が終了いたしました。本日は凱旋を1日打ち切ったということでですね、早速出玉の方行っていきたいと思います。投資の方が36,000円、そして出玉の方がですねこちらとなりました。でででで、7,064枚、イエーイ、やったー。すごくないですか。いや、こんだけ出たの久々です。てか、まあ1台では2000枚弱かな、そしてもう1台で5000枚出たわけなんですけども、なんと、まあ、全投資36,000円、前半戦から、ね、投資することもちろんなく、3枚で言ったら約5000枚のプラスということで、かなりかなりプラスでございます。大勝利ですということでね、まあ、1台目そこで2800枚ぐらい出したんですけど、まあ、挙動的にはあんまり良くないのかなと、まあ、私の左隣の方が明らかに良かったんで、そこが空いたんで取りました。でそこでね、ゴッドと SGG と、しかも SGG でもこううまく乗せて、あとキナダでも乗せたりと、かなり大連チャン、そこから18連して5000枚到達ということで、いや、やっぱりね凱旋ですよ。やっぱなんで今まで凱旋行かずにハーデスで頑張ろうとしていたのかといった感じですけども、やっぱ凱旋久しぶりに座ったら楽しいなということで、最近凱旋から離れてたんですけども、また凱旋挑戦していこうかなと思いましたね。あのハーデスがもうちょっとでなくなっちゃうということで、できるだけハーデス触ってたんですけど、ぶっちゃけ勝っておりません。前回のハーデス分も今日で取り返したということで、やっぱね、なんか困った時は凱旋に座ればいいかなと、そんぐらい凱旋はあの私にとっての救世主ということで、はい、次からも頑張って、せっかくこんだけの出玉出せたんで、この波に乗ってもう一回5000枚クラスの出玉作っていきたいなと思います。
はい、今日はかなり楽しい実践を行えたということで、見てくださっている方にこの楽しさが少しでも伝わればいいんですけれども、本当に今日も見ていただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。さよなら、バイバーイ。ありがとうございました。